そししてて中国に言言うことととはっっかりと言っていくべきと27日の参議院予算委員会で、日本維新の会の東徹議員が、中国の原発が放出する排水に含まれるトリチウム量が、福島第一原発の処理水年間計画上限値の最大で9.1倍も含まれていることについて、政府の見解を正しました。 続いての原発処理水について質問をさせていただきたいと思います。これ、中国の原発が2022年に放出した排水に含まれるトリチウムの量、これが東電の福島第一原発の年間放出計画量の上限と比べて、最大9倍になるというふうな報道がありました。このパネルの報道、このパネルは報道された資料を示しておりますが、この報道、2023年版の中国の核の年,年間 という中国の公式資料に基づいたものということでありますが、まずこの報道が正しいのかどうかお伺いしたいと思いますあの中国を含む世界の原子力関連施設は、各国の規制基準にの,のっとってです、ね、トリチウムを含む液体、廃棄物を海洋等に排出をしております、で例えばということで、中国の格納年間によればですね、 中国の深山原子力発電所からの2022年のトリチウム放出量は約202.8兆ベクレルとされており、まあ、これは東電の福島第一原発から解放視されるアルプス処理水の年間放出量の上限であります、22兆ベクレルの9倍ほどとなっています東君。はい、あのー まあパレークさんのとおりでありますが、浙江省あ新山原発。 大臣からも答弁ありましたように福島第一原発の9.1倍だということでありますで福島第一原発で処理水の放出が始まったの昨年8月24日以降中国はです、ね、処理水のことをま汚染水と呼んで,です、ね、日,本日本産の水産物の輸入停止をです、ね、これ未だにこれ続けているわけでありますでで中国はこの日本のです、ね、原発でもさらにあの圧倒的に多いですね取締量をま排出しているということで これ、政府としてですね、IAEA、e、と連携してで、我が国の立場をもっとです、ね、やっぱり世界にやっぱ発信して、えー、各国の理解を得ていくと、そして中国に言うことはやっぱりしっかりと言っていくべきというふうに思いますが、あ政府の大臣の見解をお伺いしたいと思いますあの本件、ご指摘のとおりだと思います。我、え、が、ー、国が国際安全基準等を遵守して、アルプス処理水の海洋放出を行っていることにつきましては、まあ、国際社会に対してさまざまな機会を通じて、 丁寧に説明情報発信を行っています、まあ、具体的には、国際会議はもとより、二国間の対話の場、在外交換やメディアブリーフィングなどを通じまして、透明性高く発信をしてきております。またご指摘の IAEA は、IAEA、e、のウェブサイトに、アルプス処理水特設サイトを設けて、レビューの結果等について多言語で発信をしていると承知をしております。 えー、我が経済産業省もウェブサイトにおきまして、国内外の原子力施設からのトリチウム処,理処分量や、アルプス処理水の安全性について、中国語や韓国語を含む多言語にて発信をしています。まあ、引き続き、アルプス処理水の安全性について、透明性高く国際社会に情報発信していきたいと思います東君。はいまあ、ぜひ IEA ともです、ねまあ、連携していただいて、えー、やっぱり進めていっていただきたいなと。 しっかりと中国にですねものを言っていただきたいといいとうに思います中国だけでなく韓国の原発から放出されるトリチウムを日本よりも多いことは以前から指摘されていますそれにもかかわらず水産物の輸入規制を継続するのは安全面ではなく政治的意図があることは間違いありませんそういった他国のプロパガンダに操られ日本国内でも処理水放出に反対する者がいることが残念でなりません 今回のような NHK 入りの予算委員会で質疑して事実を淡々と述べることは大変有意義なことだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。